はい、皆さんこんにちは。中の人ゲーミング中の人 A です。今回はね、秘宝 BF2042 が3年前の旧作 BF5 にプレイ人口で抜かれてる件ということで、まあ、今回はね、まあ、タイトルにもあるように、まあ、BF バトルフィールド そのプレイ人口の話をね、まあ、していきたいなというふうに思います。で、まずね、最初にこちらのグラフ、 Steam チャーツのグラフをね、ちょっとご覧ください。これですね、まずこれはね、まあ、BF2042 のそのリリースからの全期間、要は1ヶ月ちょいのグラフになってます。11月19日からのグラフですね。で、まあ、これを見ると、まあ、ご覧のようにですね、まあ、基本的にはまあ右肩下がり、下降トレンドということで、まあ、唯一上がった時っていうのは64人のコンクエストブレイクスルーが入った時なんですが、それでもね、やっぱりそのプレイヤーの人口っていうのは維持できず、まあ、停滞もしくは緩やかな減少傾向みたいな、まあ、そんな感じですが、まあ、それはそれでいいというか、まあ、よくはないんですけど、まあ、しょうがないって感じで、まあ、その COD とかね、まあ、BF っていうものはそのリリース当初はバッと伸びて、まあ、そこから衰退トレンドに入っていくっていうのは、まあ、名作と呼ばれるものですら結局、まあ、基本的にはそうだから、まあ、それはそれでいいっちゃいいのかもしれないんですけど、まあ、問題はですね、このタイトルにもあるようにね、その前作である、しかも3年前の前作である BF5 に、まあ、プレイ人口で抜かれてることなんですね。で、大体こういうこと言うとね、お前がネガキャンするからこういうことになるんだっていう人が出てくるわけなんですけど、まあ、残念ながらというかね、まあ、幸か不幸かですね、まあ、自分なんかにそんな影響力ないんですよ。エーペックスはゴミとか言ってもね、焼き石に水っていうそんな感じなんですけど、まあ、それはそれとして、まあ、BF5 はね、BF2042 のその発売からのグラフにすると、ちなみにこんな感じになってます。はい。これですね、まあ、こっちもこっちで、まあ、多少は下降トレンドですけど、まあ、そんなに大きくは変わらないという、まあ、そういう印象になると思うんですが、この2つをね、重ねてみるとこうなります。要は11月19日からのね、2つの作品ですね。でこうなって、大体の期間で上にあるのが、まあ2042で下にあるのが BF5 っていうことなんですが、もう最近はねちょっと BF5 に抜かれてるやんっていう、まあ、そんな感じ で特にその7日間刻みみたいな細かくね、これちょっと11月19日からの1ヶ月ちょいのグラフなんであんまり細かくわかんないですが、細かく見るとね、現状がわかるんですけど、こう見てみるとですね、BF2042 の方が、まあ、時間帯による波が小さいってことがわかりますよね。小さいので、まあ、要はだから世界的にはね、まあ、人気があるって、まあ、そういうことなんですね。要はどの時間帯、その、日本では、早朝でも、日本での早朝でも、アメリカとかヨーロッパ圏でやってる人が結構いるから、まあ、こういうグラフ、ある程度安定してるグラフになるわけですが、BF5 の場合はね、まあ、見てみると、日本時間での夜の23時っていうのをピークに、まあ、人がマックスまでそこに増えて、そこまで増えて、で、そして朝の10時になるとそこになるっていう、まあそういう周期性を持ってますよね。まあ、だから、まあ要はその世界的にね、まあなんとなく人気のある2042、BF の2042と、まあおそらくアジア圏で強い、日本とか中国で強い、まあ人気がある BF5 ということになるんですが、いや、これ困りますよねっていうね、自分としては本当にってね。まあ本当は、その、なんていうんですかね、まあ BF2042 のね、ゲームの動画とか解説をね、出していきたいな、特に解説とか出していきたいなっていうふうに思ってるわけですが、まあこのグラフを見るとね、まあちょっとそれはうまくいかないでしょうっていう、まあそういう話で、まあうーんって感じで、まあこんなね、なんかグラフの分析ができてもね、別にこれ株とか為替のチャート分析じゃないので、まあ、どうにもできないというか、まあ自分が頑張ってもね、BF2042 のプレイ人口がね、増やせるわけでもなくね、まあ俺は本当に泣いてるよっていうね、まあそんな感じです。はい。まあ3年越しの新作がね、もう発売から2ヶ月経たずにね、旧作にプレイ人口で抜かれてるわけですからね、うん、切ないですねっていう、まあそんな感じで、もう本当にね、 COD と BF がね、FPS を代表するゲームだった時代っていうのはもう本当に過去のものになったんだなとね、まあそんなことを自分は痛感しているという、まあそんな感じです。はい。ということでね、今回ね、まあ、BF2042 がね、抜かれた話でした。ちょっとね、悲しい話ですが、まあ、何はともあれね、うーんっていう風に思っていただけたら、ぜひね、こういう方チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんがどう思うかもね、ぜひコメント欄で聞かせてください。ではね、次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。